ポップティーン TV ミン、ミン、アヤミン、バイティンティティー、ヨアッティーです。今日は新メンバーの一人一人自己紹介ということで、みんな自分をアピールできるように頑張ってください。はいはいはい、それではどうぞどうぞ長谷川美月、17歳、高校2年生です。私の好きなことはダンスと食べることで、食べることは本当に誰にも負けません。あとニャンチュのモノマネします。ニャンチュだにゃーん、ニャンチュだにゃーん、ニャンチュだにゃーん新メンバーとして今のレギュマの4期生に負けないように必死に食らいついて頑張ります。よろしくお願いします。はい、黒江小春、中学2年生、14歳です。福岡県出身です。好きな食べ物はスイカで、福岡の、アマオとか明太子とかよく食べてます。ぜひ福岡出身覚えてください。ポップティーンでは新メンバーとして初めてですが、何事にも前向きに全力で頑張ります。よろしくお願いします。佐藤樹里です。中学3年生14歳です。岐阜県です。よろしくお願いします。私は韓国語でちょっと名前だけ自己紹介できます。シャヌン、佐藤ジュイ・イムニだ。よろしくお願いします。学生は初めて受けるんですけど、いろいろと一生懸命頑張ってやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。バイバイ。中学2年生の堀越です。出身地は千葉県です。千葉県はディズニーランドとかあるので、ディズニーの県に住んでるって思ってもらえたら嬉しいです。私は習字が得意なので、北選の時に習字発表したので見てもらえると嬉しいです。今回の北選は中学2年生が多いので、負けないように SNS 投稿頑張って北選の選択勝ち取れるようにしたいと思います。見てね。中学2年生、13歳、橋本彩香です。出身は東京です。私の趣味はペットのウサギのモカといつも毎日朝と夜遊んで、本当に心が通じ合ってて親友みたいな感じです。北選ではどんなことにも一生懸命で自分のペースで負けないように SNS でもどんどんアピールして頑張っていきます。よろしくお願いします。バイバイ。菅井エリアです。中学1年生の13歳です。私は大阪から来ました。私の好きなものは猫とドラえもんです。私はアメリカに8年間住んでいました。今から少し英語を喋りたいと思います。 Hello, my name is Aria and I love Pop Team. Bye. Thank you. ポップティーンの新メンバーに選ばれたからには、悔いのないように苦手なことにも一生懸命挑戦して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。みんな見てね。バイバーイ。こんにちは。私は高校2年生、福富月と申します。出身地は大阪です。特技は韓国語と K-POP のカバーダンスです。皆様に私の魅力を最大限にお見せできるように、何事にも全力で挑戦するので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。お兄さらにちゅせよー。さらにチャラベイベーチャラベイベーちょっと夢ねなでなでとチュラでよねありあれこっちのねおかげありがとうございます。バイバイこんにちは。私は15歳の中学2年生のキムシュンです。私は韓国人で、特技はフリースタイルのダンスです。皆様に素敵なところをたくさんお見せないとよの全力で頑張ります。紹介が終わりました。皆さん新メンバーの名前と顔を覚えて応援してあげてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。みん
ビールできた。あのあやみの最初のあの自己紹介みんな覚えてますか。え、見たことある私のオープニングを。あ、寝てなかったらやばいからあのやってあげてください。え、嫌だ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 。え、この前やりましたよね。え、この間やったのに。ひどい。いいよね、まあ十分だよね。あ、くまモンじゃないよ、あやみんだもん。くまモンじゃないよ、あやみんだもん。あのところにくまモンがいる。はい、すごい固まってる。そうですね、固まりすぎ。はい、はい、ということで第3次も次世代モデルの何人で MC をさせていただくので盛り上げれるように頑張りたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、第3次も不正応援よろしくお願いします。お願いします。